知れ大井チャンネル。はい、改めまして走れ大井チャンネルです。今日はですね、新作くんとショートのゲッツーの練習をしました。撮影したのは今年の1月でだいぶ結構前なんですけど、今日はそれをアップしていきます。この時はですね、3球交代でノックを行いました。で、ショートの固定カメラでお互い3球ずつボールを受けています。この時はですね、結構風も強くて、集中力切れそうだったんですけど、一生懸命やりました。他の動画でも話しましたが、自分はあんまりショートやったことがなくて、通算で10試合守ってないぐらいですかね。で、ちょっと練習の兼ねてやってるんですけど、いろんなポジションやることによっていろんな動き分かると思うので、やって損はないかなと思います。ちょうど明日はですね、セカンドのゲッツーをやるんですけど、今日は永遠とショートやっていきます。自分のツイッターを見てくれてる方は結構わかると思うんですけど、公式野球のシーズンがですね、そろそろ始まります。正式に言うと今週末からですね、野球の試合が始まるので、それに向けてやってるところです。でこの時撮影したのがちょうど1月で、まだ正月明けだったんですよね。1月の中旬ぐらいだったと思うんですけど、まだあんまり体が動いてないですね。またしっかりと動ける状態になってるんで、そこでしっかりとまた3月頃設定したと思います。とりあえず撮ってあったので、これをアップしていきます。新作くんもですね、大学に行ってしまったので、もう練習会の方に行ってるので、もう撮影することはないと思うんですけど、残ってるビデオとしてはこのゲッツーと、あとは明日予定している、セカンドゲッツーが入っていますので、皆さん、お楽しみください。はい、というわけで、今日は自分と新作くんでゲッツ練習を行いました。明日はセカンドからのゲッツの練習を紹介していきます。はい、そしてですね、今日行った新作くん、ショートからのゲッツのスローイングのコツを動画にしてもらっているので、そちらもご覧ください。この動画の概要欄の一番上に貼っておきます。皆さんチェックしてみてください。では失礼します。チャンネル登録お願いします。